北大阪電気鉄道の車掌北大阪電気鉄道は現在の阪急電鉄京都線13駅、淡路駅間、千里線淡路駅千里山駅間を開業させた鉄道事業者。もともと不動産開発を手掛けていた北大阪土地が千里丘陵で宅地と霊園の開発を行うにあたって計画した路線である。同社は以前も尼崎などを起点に 地里を目指す路線の不設計画を二度出していたが、いずれも却下されており、三度目の申請が1916年9月1日に、ようやく通ったものであった。しかし免許は受けたものの、施行予算の問題があって、なかなか具体化させられず、三回も、施行認可申請受付期間の延長願いを出さざるを得なかった。この間、発起人の顔ぶれが代わり新たに加入した。 伊藤栄一が、発起人総代となった。結局、水田駅大阪駅間で線路の付け替えを、行っていた東海道本線廃線後の払い下げを、受け、当初自力で、大阪市外への乗り入れを行う予定であったところ、新淀川橋梁の架橋予算を削減するため、暫定的に、阪神急行電鉄13駅へ、乗り入れ、同車線経由で連絡を図る計画に、 変更するなどして、1918年11月24日に、ようやく会社を設立し、1920年2月13日に着工した。そして1921年4月1日に13駅、豊津駅間、同年10月26日に、豊津駅千里山駅間を開業させた。また一方では、開業に先立ち、1920年9月には、地差と給料に、 遊園地として、千里山カダムを開設している。なお、前述した通り霊園の開発に携わったことから、開業後の利用客などからは、墓地電車とも揶揄された。また、乗務員の教習は、阪急の教習所で行い、導入車両も、同社の池田で組み立てを行ったと言われるなど、この頃は、阪急と関わりが深い会社であった。当時の阪急梅田駅の行き先案内にも、 神戸、宝塚、千里山方面と書かれていたと言われている。一方、北大阪電気鉄道が設立された頃に、京阪電気鉄道は、自社線防衛という目的も兼ね、淀川西岸を通り、東海道本線と並行する第二京阪線の敷設を目指した。同社は、当初、梅田に既存の京阪本線と共同のターミナル駅を設け、 第2京阪線の工事を行おうとしていたが、上等線払い下げ問題や高架工事延期により、当面は実現できないと考え、別の大阪側のターミナル駅を模索していた。そんな中、北大阪電鉄が保有していながらも着工できなかった淡路より南下して、天六に至る免許に目をつけた。京阪が新線を建設するために設立した新京阪鉄道へ、 同社の路線と免許を譲渡させ、その免許を活用して、大阪市近辺への乗り入れを図るという計画であった。京阪は、北大阪電気鉄道の株の過半数を抑え、実験を、昭和区、1923年4月1日に、その事業と免許を新京阪鉄道に譲渡した。同社はこの時、不動産事業だけを残して、京阪土地と解消し、 1928年3月には、京阪電気鉄道へ合併されている。新京阪鉄道は上都後、予定通り1925年10月15日に、天神橋駅淡路駅間、1928年1月16日に、淡路駅高槻町駅間、同年11月1日に、高槻町駅京都西院駅間を開業させ、第二京阪線を実現させた。しかし、 折しも昭和強行の影響で、京阪グループ自体の経営が危うくなり、新京阪鉄道は沿線人口が希薄であったことから、特に悲惨な状況に陥った。京阪電気鉄道は再編のため新京阪鉄道を買収することを決定、1930年9月15日に実施した。これにより、天神橋駅京都西院駅間は、 本線と扱われ新京阪本線、13駅、淡路駅間は13線、淡路駅千里山駅間は千里山線と呼ばれるようになった。その後、1943年10月1日には、阪神急行電鉄と京阪電気鉄道が合併されて、京阪神急行電鉄となる。戦後、1949年に京阪電気鉄道が分離するが、その際に、 旧新京阪線は阪急に装置され、天神橋駅阪急京都駅間は、京都本線と呼ばれるようになった。そして1959年2月18日、阪急宝塚本線梅田駅13駅間の3、複線化が完成し、それまで、宝塚本線、13線経由で、梅田駅への乗り入れを図ってきた京都本線の列車は、本格的にこの線路を用いて、 天神橋駅に代わり、梅田駅をターミナルとするようになった。そのため、この時再び鮮明の改定が行われ、13駅、阪急京都駅間が京都本線、天神橋駅千里山駅間が千里山線となった。その後、1967年の北千里駅までの延伸時に、千里山線は千里線と解消して、現在に至っている。なお、 1967年に設立され1970年に開業した北大阪急行電鉄は、京阪神急行電鉄が設立した子会社で、その路線である南北線も阪急千里線と並行するように敷かれている。北大阪電鉄誕生の経緯460ページ、京阪電鉄の北大阪電鉄上取り1922年6月28日付、 大阪朝日新聞、軽便鉄道免許状カフ、官報1916年9月4日、日本全国諸外社役員6、第27回、鉄道免許状カフ、官報1919年9月15日、地方鉄道運輸開始、官報1921年4月7日、地方鉄道運輸開始、官報1921年11月2日、鉄道施設検証と、 漢方1923年3月5日、ありがとうございます。